も皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、アラスカ航空のマイレージサービスのね、バイマイルキャンペーンがね、やっております。で、今回ねすごい短くて、今日12月の28日ですよね。で、12月の30日までということで、もう本当にね2日間ぐらいしかもうないんですけども、一応ね今回のバイマイルキャンペーンね、過去最大の人もね中にはいるみたいで、中にはって言った意味はですね、人によってこの今回バイマイルキャンペーンでボーナスマイルが最大 50% ね、もらえるキャンペーンになってるんですけども、残念ながら私はね、調べたところ 40% ということで、最大の人はね 50% までこのボーナスマイルがねもらえるということなんで、このアラスカ航空のマイレージサービス、ちょっと前にシンガポール航空のね、スイートクラス、ファーストクラスのね、特典航空券が一気にね、アラスカマイルのねマイレージサービスで一気に開放されて、まあその情報がねすごい一気に拡散されたことによって、ちょっとアラスカ航空のマイレージサービス自体がね、本来JAL のビジネスクラスがすごいねお得に取れたんですけども、まあ残念ながらねもうそのすっごいお得と呼ばれてた、路線はもうちょっとね封鎖されてしまったんですけども、まだねアラスカ航空の、マイレージサービスっていうのは結構お得なんですよね。ですので今回ねこちらについて、解説していきたいなと思います。で、期間がまあ先ほど言った通りね、12月の30日までということですので、あと2日間ぐらいしかないんですよね、実質。ですので、もしね利用したいって方はね、ちょっと早めに行動するようにねお願いいたします。1アンカウントの最大購入数が、最大はね6万マイルまで購入できるっていう感じになっておりますね。ですんで、まあ最大数がまあちょっと私がインターネットでね試した感じだとね6万マイルまでしか購入できなかったんで、まあボーナスマイルを合計しても合計9万マイルがまあ獲得、まあ6万マイルの購入までっていう感じになりますね。で、マイル加算時期なんですけども、購入してから、72時間以内に、まあ、付与されるっていう形になっておりますね。アラスカマイレージの、マイル単価なんですけども、本来ね、1000マイルが、まあ、$27.5するということで、1000マイルね $27.5で、まあ、これを、大体為替、まあ、これ110円で計算してるんですけども、まあ、それで計算すると、まあ、3000円と25円っていう感じで、まあ、プラス、そこに、税金の 7% が乗ってきますんで、まあ、3236円、まあこれもまあ大体のね参考程度に聞いていただきたいなと思うんですけども、まあ、本来のマイル単価としてはまあ 3.2 円なんですよね。まあこれが今回の、ボーナス、マイルキャンペーンで購入すると、大体 2.2 円とか 2.0 円とかね、まあこのぐらいまでマイル単価は下がるっていう感じですかね。最大数の6万マイルまで購入すると194,205円ということで、まあちょっとねこちらの計算は今ね、為替単価は110円、日本円110円で計算してますんで、ちょっとね為替によって、左右される部分はねもちろんありますんで、まあ参考程度に聞いていただければなと思います。税金等々全部入れて、まあ、194,000円ぐらいなんで、まあ大体20万円ぐらいするっていう感じですね。一つね覚えておいていただきたいのは、もしねこの今回の、このボーナスマイルキャンペーンで、アラスカ航空のマイレージサービスを購入したいって思った方はですね、ちょっと私の動画の概要欄にトップキャッシュバックっていうね、アメリカのまあポイントサイトみたいな感じで、まあそこを経由すると 2% から 3% ぐらいねキャッシュバックがねもらえますんで、まあそのねもらったキャッシュバックは Amazon ギフト券、PayPal とかでね、引き出すことができますんで、もしね購入される際は、まあPayPal の口座をね作るのがちょっとまあめんどくさいっていう方はね、まあ Amazon ギフト券でももらえますんで、まあぜひね購入される際はまあそこ踏んでからね、まあ購入されることをお勧めします。もらえるものはねせっかくなんでもらっといた方がいいと思いますんでね。それではですね、このアラスカマイレージのまあお得な使い方なんですけども、まあ知ってる方もね多いと思いますけども、アラスカマイレージプログラムはですね、JAL のね特典航空券がまあ取れるわけなんですよね。まあこれが、ビジネスファーストともにねまあ取れるわけでして、この JAL の、ビジネスクラスで、利用するとお得なんですよね。で日本から東南アジア路線、
まあ、バンコクとかデリーとかね、まあ、そこら辺の路線だと、まあ、本来 JAL の特典航空券 JAL マイレージで取ると、まあ、本来4万マイルぐらいかかるところなんですけども、まあ、これがアラスカマイルのね、マイレージプログラムのビジネスクラスで抑えようとすると2万5千マイルでまあ済むわけなんですよね。いや、いいですよね、うん、まあ、1万5000マイルぐらいね、少ないマイルで、取ることができます。でさらにですね、北米路線、東京ニューヨークとかね、そういう路線だとビジネスクラスが6万マイルで、ファーストクラスが7万マイルで、このアラスカマイルのねマイレージプログラムで、まあ、取ることができるんですよね。でこの JAL のマイレージプログラムで、じゃあこのファーストクラス何マイルっていう話になると、まあ、JAL でも、マイレージプログラム数はね、この北米路線だと一緒なんですよね。まあ7万マイルで、まあ、取ることができるんですけども、アラスカマイルのねマイレージプログラムだと、まあ、今回ねバイマイルキャンペーンをやっておりますんで、まあ、計算するとね、この7万マイル、まあ、ファーストクラス、東京からファーストクラスですよね、で、東京ニューヨークの路線をバイマイルで購入すると、だいたい14万円から15万円ぐらいで、東京ニューヨークのファーストクラスのね特典航空券が取れてしまうわけなんですよね。いや、これすごいですよね、うん。まあ、本来ね JAL の、まあ、JAL のっていうのはあれかもしれないですけども、まあ、基本的に東京からニューヨークって遠いですよね。ですのでファーストクラスだと、まあ、大体100万円超えてくるんですよね。ですので、まあ、これが、まあ、15万円とかね、14万円とかで、まあ、利用できてしまいますんで、本来ね、JAL のね現金でね購入するよりかは、まあ、はるかに安く、ファーストクラス楽しめるっていうことですんで、まあ、こういう利用の仕方もね全然悪くないんじゃないかなと思います。まあ、JAL で普通に購入するとファーストクラス100万円ぐらいしますけども、アラスカマイレージのマイレージプログラムのボーナスマイルで購入すれば、まあ、14万円から15万円ぐらいで購入できて、JAL のねファーストクラスも楽しめるっていう感じなんですよね。でもう一つね、プラス5000マイル入れるとですね、まあ、ちょっと帰り道にはなってしまうんですけども、ニューヨークから東京、東南アジアみたいな感じで路線を組むことができます。まあ、そうすると、東京でストップオーバーって言って24時間以上滞在できるっていう感じになりますんで、ニューヨークから東京で、東京でまあしばらく滞在してまた東南アジアへのチケットみたいな感じで、まあ別区切りでね、まあ利用することができますんで、ニューヨークの帰りから東京で、東京でまあ1ヶ月2ヶ月3ヶ月をね、まあ期間を空けてまた東南アジアの旅行に行くみたいな感じで、まあそれも本来7万マイルプラス、5000マイルでね、そのルートも利用できますんで、まあ、そういうのもね、まあ、面白いんじゃないかなと思います。もちろんね、こちらは北米、東京、東南アジアっていう感じなんで、まあ、今説明している感じで東京からニューヨーク、あと東南アジアから東京までね、帰ってくるチケットは、別途ね、手配しなきゃいけないんですけども、まあ、これがね、7万5千マイルとか 6万5千マイルとかでね、クラスによってね、発券できますので、そういう利用の仕方もね、まあ、ありなんじゃないかなと思います。いかがだったでしょうか。今回は、アラスカ航空のね、ボーナスマイルキャンペーン、紹介させていただきましたけども、期間がね、最初の言った通り12月30日までですね。ですので、もしね、今回のキャンペーンで購入しときたいっていう方はね、ぜひ早めに行動するようにしてくださいね。今回の動画はこんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。